さあ、総北メンバーのお二人をお迎えして最初のコーナーです。グローリーレディオネームをつけよう。そして名乗ろう。うわ、わからない。いくよ。とりあえずコーナー始まったら一回盛り上げようと思って。ありがとうございます。頑張っているんだよ。めちゃめちゃ大きい声ありがとうございます。ごめんね。いきますよお二人。はい。ギョンシュペダルの登場たらき焼きタイには、うん、登場券。きしょいくぞ。ヨンシペダルの登場キャラクターにはそれぞれかっこいい通り名がついております。というわけで我々も通り名に通り名負けしないように声優としての通り名を考えてこの番組内のラジオネームとして名乗っていきましょうというコーナーでございます。何これ自分たちで決めるの？そうなんです。例えば最初僕も一番最初に名乗ったんですけども、あのビジネス若手だっけ。そう、ビジネス若手というのが第1回目で略されてビジ若になってる。ビジ若っていうすごいよね。ビジ若っていう単語がすごいよね。ビジ若って初めて聞く単語で、これは森久保さんに実はつけていただきまして第1回目でゲストに森久保さん来ていただいて、そんな森久保さんのその通り名なんですけども、なるほどね、八王子のパクチー。八王子のパクチーっていう名前が実はえ、なんでこれになったの？あの、八王子に住んでいたっていうことと八王子に住んでたのとあとパクチーが好きだからね。わかりやすい。単純な直球なんだ。そうだね。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。癖がすごいからって書いてあるよ。癖がすごいから、癖のあるっていうこともありまして、本当に声優として、うん、声優山下大輝としての通り名、ね、そして今回は声優下野紘としての通り名、うん、そして声優松岡義継としての通り名っていうものを決めていきたいんですけども、うん、なるほどね。まずもう、うん、どうですかね、お二人のイメージ、うん、皆さん、うん、もうね、唐揚げしか出てこねえんで、さっきからあの僕もすごい思いました、うんうん、本当すごい。唐揚げしか出てこねえ、唐揚げなんだろうとかさ。いやいや、もう少しさ、ね、考えてくれよ。びっくり、本当に唐揚げしか出てこないです、コメント。揚げ句の果てには誰だ、B カップって言ったやつ。B カップなんですか？ B カップです。A から B です。でも最近ちょっと落ちたから、多分 A になっちゃったかな。A になっちゃったかなって、それなんだ。その悩み、誰でも、誰にも伝わらない。別に悩んではいないけどね。いや確かに思うんですよ。はい、はい、こう、最近しもさんと、はい、一緒に現場であのイベントをね、うん、でて最初なんかあの衣装とか着替えるときに、はい、インナーを最初着てくださいって。そうですね、あ、でしもさんパーって言って、しもさん細いのに目があるからちょっとなんかあのエロいんですよ。何？お前は突然君は何を言いとるんだね。いや、これ信長にも言ったんですけど。どんだけ広げてるんですか。後輩の暴露がありましたけども、ね、いやでも確かにちょっと見ちゃいますよね、あの下野さんが着替えてる姿ってちょっとちらって凝視しちゃう感じがちょっと分かるんですよ、僕も。あ、お前ら何言ってんの。ちょっと落ち着いて、落ち着いて、大丈夫なんでしょう。なんかなんだ、コーヒーかなんか持ってこようか。なんかすっきりした方がいい。大丈夫。大丈夫です、大丈夫です。何でしょうね、じゃあなんて名前つけましょうかね。通りな、なんだろう、から今情報としては唐揚げ、B カップ。まあでも唐揚げはさ、ほらもう、はい、食べ物だしさ、そうですね、もうみんなもうすぐ言うじゃん。だったらもうここだけのさ、もうどこでも唐揚げって呼ばれてるから俺、はい、あ、うん、なんならもう本当に下野は唐揚げみたいな。下野は唐揚げ、食べ物になっちゃった。一応ファンって人から唐揚げって呼ばれたりとかしてるから、唐揚げさんとこ唐揚げか下野って呼び捨てにされることもう下野さんの胸肉をこう揚げたいんじゃないですか。揚げても別にいいけど、ただ基本的にはあれよ、油分多分強いと思うよ、ここは。そうですか、うん、でも油分が強い分だけこう美味しい唐揚げに。なんでそんな柔らかさにこだわってんのよ。なんすか。ごめんごめん、そんなに俺の胸元に。まあでもだからそこまで言うんだったらやっぱこう胸元だし、あとね、後輩がね、俺のことをね、即興ソンガーって呼んでる。あー、ね、確かに。即興ソンガーって、ソンガーシンガーじゃねえかな。本当だ、うん、ソンガーっていうのがあるから。ソンガーは初めて聞きました。うん、だからもうあの個人的にB カップ即興ソンガーで。B カップで。B カップ即興ソンガー。わかりました。では下野さんの通り名は、B カップ即興ソンガー。
はい、決定的胸打ってあのだからあの略す場合にはビーソンって呼んでください。ビーソンビーソンさん、ビーソンビーソンビーソン、あのビーソンでいい。なんかビーソンじゃない、ビーソンでいい。ビーソンってなんか一見なんだか分かんないですよね。ビーソンビーソンで一見なんだか分かんないですけど、聞いたらちょっとびっくりします、ね、そうだね。いや、ということで決まりましたね、下田さん。おめでとうございます。では続きまして、松岡さんですね。松岡さん、松岡くんなんだろう、あの皆さん何かありますか。ハンバーグが好きってイメージ僕あります。そう、ハンバーグ、ハンバーグ、そう、ハンバーグなの。そう、松岡さんが作るハンバーグは絶品だ。じゃあ、ハンバーグだな。そうですね、ハンバーグ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 ですよ、僕。じゃあ、吉嗣さんの通りだわ。いや、いいのか、待って待って、それで決めていいのか。ハンバーグでいいのかよ。いや、もうハンバーグでいいですよ。ハンバーグ師匠、そのままだしっていう。ハンバーグ、ハンバーグさん、略すときどうするんですかね。ハンバーグ、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 ハンバーグ、ハンバーグ、バーグ、なんだろうな、ハンバーグ後輩っていうのがね。ハンバーグ後輩ハンバーグ後輩僕らしたら先輩なんだけどな。神のハンバーグって書いてあるよ。あ、神のハンバーグ、もうハンバーグ神でいいんじゃない。ハンバーグ神、ハンバーグ師匠っていうのがあるよ。バーグ師匠、バーグ師匠、バーグ師匠。何バーグ師匠、バーグ師匠ってすごい。バーグ師匠、肉団子なんだろうね。バーグ男、すごい、もうみんなハンバーグから離れなくなってるよ。ハンバーグ、阪神だとなんかちょっとさ、いろいろ変わっちゃう。わかりました、わかりました。何、何ですか。バグオまた違うなんかもういろいろトラブってるみたいな感じがする。いや、いいよ、ご自身で。だって自分いろんなところで頑張ろうとするとバグオ、バグオね。ではではでは、バグるんだよ。じゃあ松岡芳恵さんの通り名はバグオバグオ、バグオ、バグオね。じゃあ改めておさらい、うん、声優界のバグオって書いてあるね。声優界のバグオさんと今回はめっちゃ拾えるな、このコメント。すごいですね。はい、では今回の放送は、ビジネス若手こと山下大輝と、はい、B カップ即興ソングは下野宏とバグオということ松岡芳恵さんで、言い方じゃねえか、言い方ね。しかも言い方決まっちゃってんじゃねえか。そうか、顔つきじゃないですか。この先下がるから最後バグオ、バグオじゃない、バグオ。なかなかひどいね。いや、ビジワカとビーソンとバグオだよ。この番組ひどいメンバーしかもこの番組もこれが続く限りずっとこれ貫いていきますから ね。毎回毎回いじられていきますから、まあ、仕方ないでしょう。よろしくお願いします、はい、ということで2人の決定、2人の名前が決定しました。なるほど、ありがとうございました。これみんなずっとなんか呼ぶ感じ。そうですね、ビジワカワーみたいな。この番組内ではもう、この番組内ではもうビジワカワーみたいな聞き方した方がいい。ビーソンどうビーソンどう、ビーソンどうビソンどうここみたいな。バグオ、これちょっと読んでみて。バグオ、バグオ、これちょっと読んでみて。バグオ怒られちゃいますか。こだわりが反応しないですって。バグオだよ、バグオ、バグオ。だんだんもうなんかバグオの原型がとどめてない。ランプに火を灯して